こんにちは。こんにちは。竹内睦弘です。僕はこの間メガネ入れた時にこうやった時メガネ割ってしまいまして癖でこうやるのあるんですけど、メガネ割るという大事件を起こしまして、大変でした。そのわけで今日の、レジュメに入ってる通り、今日から日本戦後史に入ります。でこの日本戦後史のポイントになるのは何かというと、日本は戦争でボロボロになったんですよ。はっきり言うと、まあ広島には原爆落とされ、長崎の原爆落とされ、まあその前には3月10日は東京大空襲で10万人死んでます。もう原爆20万、広島で20万死んでます。実際その後長崎で10万死んでます。東京大空襲の3月10日も10万死んでるんです。そっからここまで復活してるんです。こんな東京芸術劇場が立つぐらいまでに復活したんです、ということを語らなくてはいけないと思ってるんです。要するにそこをどう復興したのかというすごい一番深いテーマなんです。ここは、思想的なテーマじゃないんですよ。人間の努力っていうのはどういうものかっていうのをみんなが知ることではないでしょうか。戦後史というのはどちらかというと左翼の先生たちが語ると暗くなりがちです。でも正直なところ言いましょう。日本を愛する人たちは残ってたんです。例えば戦艦大和が沈没するときに、司令官は参謀たちに、我々も一緒に沈みますって言ったけど、違うって、君たちは生き残れと、君たちの能力を生かして日本を復活してくれと、そう言ったのです。君たちの実力はあるんだから、その能力を残したいんだ、だから全員退官を命令するって命令したんです。そして伊藤誠一司令官は静かに大和の司令官室に入ってきました。それが帝国海軍戦艦大和の最後の時でした。艦長のね、艦長は沈むことに決まってますから、もっと強く縛れって、くざりが縛れっつって、もっと強く縛れっつって、最後まで総会しました、艦長は。そして伊藤誠一司令官は静かに自分のところに帰ったんです。全員退官を命令して、退官させたのを見届けて、静かに入ってきました、自分の部屋に。そういうことです。やはり最後の最後まで戦った人間っていうのはそれぐらい気持ちがあります。私そう思うのですよ。その最悪の状況です。東京も焼け野原でした。僕はいつも、神保町の古本屋街に行きますが、神保町で残ってたビルって1個しかないんですよ。文房堂っていう、文房具屋さんのビルだけなんです。それ以外はもう全部倒れてました。それぐらいの状況で東京が復活していくんです。それぐらいの状況で東京が復活していくんです。だから私思うに、日本には復活力っていうのがあると思います。どんな最悪の状況にあっても復活するということです。復活力があると私そう思ってます。復活力ってことはあるのか知りませんけど、勝手に作りました。今復活力という、ものがあると私信じています。それがないと復活できません。
人間も同じじゃないですか。復活力があるんですよ、多分。僕なんかも何回か失脚しております。しかし失脚しても復活は可能です。そう思います。まあやはりその最悪の状態からの復興ということですね。今日のテーマは、庶民の努力、そして国体の存在ということになります。正直言いましょう。僕は天皇陛下万歳ではありません。右寄りですが。ですが、国体というのは日本の文化形態であって、そういったものがあるから、それをみんな信じてるからです。例えば、白百合女学院という、まあ、可愛い女子高生たちが行く女子高生、セーラー服の女子高生が歩くときも、キリスト教の学校だけど、ちゃんと靖国神社に行くときは、の前を通るんですが、学校に行くとき、必ず頭を下げて、で、学校に向かいます。つまり、キリスト教系の学校でも、きちんとするぐらいしているんです。それが国体というものです。どんな信仰でも構わないんです。どんな信仰でもそれは構わないということです。シレリ女子はキリスト教の学校です。まあ、女子高生がちゃんと靖国神社に頭下げてから行くんですよ。それぐらいのものを持っているのが日本人じゃないでしょうか。それが日本人です。それが国体です。政治形態ではないんです。政治でガタガタ言われるんでもないし、宗教的な教則でもない。国体とは日本人ということです。それは国の体と書いて国体、それが日本人ということです。今日のスタートは玉音放送から入ります。すごく気になってるんですけど、佐伯さん、これ取れてるよね音前回取れてなかったらえらいことになったんだけど失礼しました今からじゃあ完全にスタートで、はい、1945、玉音放送です。まあ、この玉音放送というのは天皇自らの言葉で戦争を終わらせるという意味です。そしてこの玉音放送があるということを知った部隊がなんと直前に反乱を起こしました。日本の一番長い日ですよね、映画の日本の一番長い日です。反乱を起こしました。小根師団長を切り殺し、そして皇居を占拠しました。そして天皇の存在をどこがと、天皇は皇居にいるはずですから、どこかって分からなかったんです。天皇は実は皇居にいました。兵士たちは皆戦っていると、天皇が逃げてどうするとはっきり言い切りました。天皇は逃げてどうするって、兵士たちはみんな最前線で戦ってるんだって、天皇は逃げてどうする言い切りました。そして昭和天皇はいたのは実は御文庫です、書斎です。自分の左に乃木大将からもらった本があります。中朝事実という本です。山笠校の、実は乃木大将は学習院の院長をやってました。学習院の院長やってたんで、先生、校長先生なんですよね。要するに昭和天皇にとっては校長先生なんです。で、明治天皇の死んだ時、
最後昭和天皇会ってるんです学校で。見た瞬間分かったそうです。院長先生どちらかに行かれるんですかって言った時、少し出かけてきますって乃木将軍が言いました。そういえば私の大切な本です、少し難しい本ですがこちらを殿下にと昭和天皇に渡したんです。それが中朝事実です、私の大切な本です、少し難しいと思いますがと、それをお渡しいたしますと乃木大将はお渡ししました。それが中朝事実、左にあった。三日にはね、植物の標本があったんです。誰があげたか想像つきますよね。17国語を操る天才、完全なる天才、南方熊楠が昭和天皇にあげた標本です。戦争は、天皇は戦争中すごくやっぱり嫌なんです。戦争はもうやめたいんです。だけど暗い顔してたんで、側近が何か学問の話でもされたらどうですかって言ったんです。何か学問の話でもされたらどうですかって言った時、しかし私と学問の話をできるのは日本では今南方熊楠以来しかいないって言ったんです。読みましょうすぐって言って、いや南方熊楠は私が読んでも来ないと思うよと、イギリスの女王だって読んでも来なかったぐらいだから。実はね、イギリスに留学してた時、大英帝室博物館で南方熊楠は有色人種だからいじめにあったんです。でも南方は度胸がある男だからそれはいじめっていうふうに感じてなかったんですが、嫌がらせを受けたのは事実です。で、なんでそうなったかというと、大英帝室博物館の人間が解読できなかった文字を全部解読したんです。つまりトップだったんです南方は。そのレベルまで行ってたんです。だから悔しかったんでしょイギリス人は。で、嫌がらせをしたんです。で、南方は大英帝室博物館で唯一の暴力事件を起こりました。バーンとぶん殴ってもう帰る、日本に行って帰るんです。それに対してイギリス女王は状況を全部調査したんです。するとどう考えても南方の方が正しいんです。南方って戻ってきてください、博物館にって、王立博物館に戻ってくださいって言ったのに、南方は戻りませんって言ったら、あなたのための博物館を作ります、女王が言ったんですけど、もう結構もう結構、それぐらい言ったんです。ということで南方熊楠は変わりませんでしたというような男なんです。だから天皇は南方は会いに来てくれんだろうって、もし会えるんだったらという話が出たんですけどね。ちなみに南方はまあはっきり言うとこう自然お会いする人間で、我々古神道の人間にとってもすごく大切なんですが、自然を愛する人間で、神社合祀って言って稲荷白山神社とかいっぱい作るわけですよ。いっぱいの神社集めちゃって、余った神社の鎮守の森を切って売るっていうことをやってたんです。国家がこんなの許せないと、皆方そういう運動をしてまして、特に彼の紀州和歌山ではそんなことは許せないということで、和歌山県知事と喧嘩してるんですよ。南方は和歌山県知事と喧嘩をして
皆方、その時はぶん殴らなかった。